ですね。だって白いの好きだよね。めっちゃ美味しい。で、50とか振りましたよ。嘘。無視主権で何も持ってない。無視主権売ってる。着きましたね、インドネシア。いきなりジャカルタからリスタートしてますけれども、前回のアマゾンから、まあ、ちょっと近いっちゃ近いけど、でもジャングルに行くのはジャングルだね、変わらないね。いや、もうれっきとした赤道直下のジャングルですよ、ねえ。はい、まあ、日本気温出る時が 3,4 度で今35、6度なんですよ。体おかしな感じですもんね。ね、変になるね。一瞬で汗ドバーッと出てきて、で気温差が30度あるから、なんか汗の出方が変な感じですね。体がびっくりしてますね。はい。でこれ何しに来たんですかね、この暑いところにわざわざ。このフィッシングショー終わって忙しい時にね、僕らはパプアンバスを狙いに来てます。おー、めっちゃでかいこうタイみたいなやつですね。淡水のタイですかね。え、フエフキダイ。そうですね、バラフエダイですかね。バラフエダイ、もう最大20キロになるかというような情報もキャッチしているので、それを狙おうかと。まあ世界最強のファイターと世界中のフィッシャーマンが言うので、まあ、僕も初めてなんですけれども、淡水では本当最強って言われてるよね、火はね。そうですね、かかった同じキロ数ではもう最強と。まあ平べったい魚ですからトルクはあると思います。で聞くところによると、メインのルアーはクランクベイトっていうことで、ええ、もうありとあらゆるクランクベイトを持ってきて、もう荷物もパンパンですよね。見てください、隊長のこの荷物の量なんすかこれすごい量が、もうだいたいね150個ぐらい入ってますね見てください、これもうこれちっちゃいちっちゃい、もうてりちゃんのだいたい3倍ぐらい荷物多いからねさっき持ってびっくらこきましたよ、あまりの重さに。20キロ超えちゃいましたからね。いやいや、まあね、アマゾンちょっと雨季でね不発だったから、はい、今回またちょっと期待してですよね。そうですね、なんかいい予感がしますね、この暑さですもんね、いいんじゃないこの暑さは、これで雨がジャージャー降ったりすると怖いけどね。そうですね、はい、まあ、まだ実は全然現場には届いてなくて、こっからテルナテっていう火山島まで、はい、だいたいどれぐらいだったかな、4、5時間かけて行くんですよ。で、テルナテから、スピードボートに1時間ぐらい乗って対岸の大きな島に行ってですよ、はい、そこの大きい川で釣りをする。まあ、だいたい 5日間、5日と半日ぐらい釣りできるので、まあ何かしらか釣れるんじゃないかな。不甲斐ない僕の挽回のチャンスですね。前回の DVD 見た人は、あれテルさん釣ってたっけみたいなところ。もう今回は釣りますよ、今回は釣りますよ、ね、はい、もうプロアングラーとしての意地を見せてもらう、ね、もう頑張ります。もうデブデブ太ってるだけじゃもうね全然ダメっていうことですよ。トルクで、トルクで、はいまあ、ということで、はい、まあ、ちょっと旅追いながらまた現地までよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、
追い出された難民みたいな人たちは何なの？この集まり具合が来ました。あとは路頭です。来ないですね。危険なパターンですね。出た。ない。ない。何が起きたかというですね。今テルナテっていう島に到着したんですけど、ジャカルタで荷物を預けて。マッカサルで一度降りたわけですよ。でトランジットしてこのテルナテに行ったんですけど、まあ、他の荷物は全部無事到着したんですけど、その一番大事と言ってもいいロットがなくなってるから、まあね、釣りのその撮影に来たのに竿がない。まあ、一番大切なところがない、まあ、リールとかルアーがないとかだったらまだもうなんか代わりのものじゃない、竿のね撮影できてる竿がない。で今その空港の探し物なくし物の担当のお姉さんが、インドネシアには空港がたくさんあるらしい、空港に問い合わせをしまくってるところか、まあ、ガイドの坂本さんによると、まあ、出てくるとは思うんですけど出てきますか、まあ、でも出てくるので足止めを食らってるから、ね、何もできないもんね。そう、という状況、合計12本ぐらい入ってます。ブラベントラー、島によってやっぱりだいぶ違うな。もう色が新鮮です。刺身ね。うわー、あんまり種類ないですね。カツオめちゃうまそう。ビーフに野菜たっぷり。あれなんすか、野菜。どんな味？おいしい。おいしい。粘り気がある。ベルナテルちゃん、タイカレー的な。カメロン。もうこれでいい。あ、これはあんまり辛くないですね。うわ、海の豊かさが全然ちゃいますね。水もきれいし、めっちゃでかい魚いますね。スクールで捕食を狙ってますね。あの、グッドニュース、触りました。お
どこもあったの？テルナテの僕、今電話して何回も聞いて、ここにあるの？聞いたら、何回も聞いたら、あのジャカルタとかマッカーサーかって聞いたら、テルナテって言うから、お今マジでできないの？できる？大丈夫です。出る。イスラムのお祈りが聞こえてましたね、今。思いのほかやられたよね、移動に。うわ、結構もうマナウス余裕でついてますみたいな、うん、ね、時間的には、まあ疲労感が半端ないもんね。今ついて元気になってるね、やっとはついたみたいな。そうですね、ソリフィっていう場所です。なかなかのどかな、はい、でもちょっとマナウス感がない、この。そうですね、この街並み。やっぱアジアのアマゾンですね。ね、マナウスの街並みこんな風だったよね、ちょっとね。うん、そうですね、うん、いやもう最後の船もすごい揺れて、出口さんも酔っちゃってね、見たことのない顔してたもんね。紙のような顔してた。赤みが一切なかった。うん。わらばんしみたいな顔してた。わらばんし。あの学級新聞するような紙の色の。これあと1時間半ぐらいで、まあ、タクシーで移動して着く感じですね、坂本さんね。今日は着いたら、クックルの準備をじっくりやって。そうですね、糸巻き替えたりとかしたいんでしょ。そうですね、で、明日に備えようと。変わった。バランにゃだわ。次にさくら。じゃあ、これですね、今、中心街で、選挙で当選した政治家が公約を守らずに、住民が怒って、デモをしてる場面に遭遇したわけですね。最後の最後にまたトラブル発生というか、足止めを食らって、機関銃を持った機動隊が来て騒然としてましたね。頑張りましょう。トラックも燃えとったし、ちょっと危なかったですね。危ないね。住民の目がメラメラしとったもんね。すごいところですね。かけみたら、ちょっとあっち、ヨウさんのところ、ちょっと見えますか。はい、はい、この下のメインで、はい、あー、でもホッとしましたね。はい、テル、こんにちは。この人は上野さん、この人がメインでいろいろあれしてくれてる。 My brother こんにちは。 My brother
どんな魚取れるんですかね。海で取れる魚。今魚あるんですか。はい。魚見たいです。山本もやる。食べたパブね。アイスボックス。めっちゃ尻尾で叩いてくるけどこいつ。かまってほしいんですよ。トルカス。素晴らしい。あとはラチュマキチーダ。ヤンブサ。ちょっとしかもうやってないらなけど。もう一回取った。基本です。見ないと。おお。ケチケチだ。ケチケチとはさ、もうちっちゃいのしか残ってないけど。ケチケチ。ライトつけた。おお。あれバッジ GT。いや GT ね。ジキキチキチ。カツオ。ヒラメ。エビ。エビ。タイ。あなるほど。なるほどですね。まあ人数的には1トンなんで乗ろうと思って乗れるんですけど、まあ半歩だけでも不安定ですよね。うん、それとまあこっちの需要っていうか、その、まあ、お兄さんだから今初めてお兄さんの船だって分かったんですけど、うん、そっちの船だけ作ってこっちのお姉さんの船は使わないのもなんだなと思って、うんうん、あとはもう1貫で2台ってことですか、うんうん、なるほど。ちょっと余分な方があった方がいいかなと思うんですけど、うんうん、で距離もあるんでね、そのもう一本の川の方は、うん、雨が降ってもいいなと、うん、2台だとちょっと安心なんで、まあとりあえず乗ってちょっとやってみてこっちの方がいいってこう楽しんで、そうです、取りやすいよね、まあ臨機応変。雨、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 バッチリっすね。ワクだけマネージャーに使って、ありがとうございます。めっちゃ立派ですね、うん、アルミで作るでしょ。そうです、ワクだけ、ね、うん、バンカーもちゃんどうですか。はい、いやもうテルさんバラすからさ頼んだんだよ。ほんとほんと目の前でバラすんですか。まあ、テル1号っていう名前です。仮名でいいね。秘密兵器。いいね。テル1号。テル1号。永遠に語り継がれる、ここで。もう寄ってきたらすぐ救っちゃう、もうファイトとかしない。ここ折れないっすか、ここ。いや、とりあえずこう救ったらもうここでこうやってやるから。ここでこうやってやるのは素人で。で、救ったらもうこうやって入れるんですよ。ちなみにね、この木、うん、世界最強木です。ボルネオ鉄木。おお、でででれれれれでででれれれれ消えましたけどね。素晴らしい。誰が救うかだね。あ、船頭さんに救ってもらえばいいんだからね。てちゃんの話で。すみません。あ、井戸、井戸ですか。あ、やっと着いた。あ、多かったね。体調悪なってきた、これ。ん？今日ゆっくり寝ましょう。まずこのゼロ菌をこれ。これをですね、まあこれアジアの定番ですね。